キッズです。いつも見てくれてありがとうございます。今回は文字を浮き立たせて立体文字にする方法を解説します。文字を強調させたり目立たせたい時に活用できます。立体文字も i ン p を使うと初心者でも簡単にできます。それでは早速始めましょう。GIMP を開きましたらテキストを配置したいので新しい画像を 作成します。メニューのファイル、新しい画像を選択します。こちらの幅を900ピクセル、高さを900ピクセルにします。詳細設定を開いて、塗りつぶし色をホワイトにして OK します。こちらにテキストを配置します。 ツールボックスのテキストツールを選択して、クリックして文字を入力します。テキスト色を設定します。今回は赤色にしたいと思います。こちらを立体文字にしたいと思います。GIMP ではフィルターを使うと簡単に立体文字にすることができます。メニューのフィルター、 照明と投影。こちらの中にあるロングシャドウを選択します。もうすでに立体になっています。アングルというのを調整すると奥行きの方向が変わります。こちらのレングで長さを調整します。こちらのカラーで色を 調整することができます。若干、この程度でしょうか。はい。調整ができたら、OK です。簡単に文字を立体的にすることができました。違うパターンをやってみたいと思います。今度は、こちらの文字に縁取りをした状態で立体的にしてみたいと思います。 もう一度テキストを入力します。テキスト文字を赤色にしたいと思います。こちらに今度は縁取りをしたいと思います。背景色があると分かりづらいので一度背景を非表示にします。テキストレイヤーを選択してこちらの文字に縁取りをする場合には 範囲選択しておかないといけません。こちらの文字に範囲選択するためにはツールボックスの色域を選択こちらで選択します。このツールは色を識別して選択します。文字が赤色なので文字の赤い部分をクリックすると赤色に反応して赤いものは全て選択範囲されます。 この状態で縁取りします。メニューの選択、縁取り選択を選択します。こちらで縁取りの厚さを設定します。今回は5ピクセルで線の硬さは硬いを選びます。こちらにチェックを入れた状態で OK します。外側の選択範囲を 縁取りしてみたいと思います。描画色の色を白色に設定して、塗りつぶしツールを使って、外側の選択範囲をクリックします。外側が白く縁取りされました。0と丸の中側の方が縁取りされてないので、直接クリックして縁取りしていきます。 できましたどうでしょうか立体文字にしたいと思います。まず、選択範囲を解除します。先ほどと同じように立体文字にしたいみたいと思います。フィルターの中の、照明と撮影、ロングシャドウを選択します。アングルで傾きを決めて、レングで 長さを決めます。カラーで色を若干濃くしといて、OK します。どうでしょう。縁取りをした文字です。このように立体文字にすることで、バナーやポスターなどの強調したい文字を目立たせることができます。 もう一つ応用でやってみたいと思います。今度はこちらのテキストの文字をグラデーションをかけゴールドの輝いてる感じでやってみたいと思います。まずテキストツールで文字を入力します。テキスト文字を黒色にします。はい。こちらの文字を グラデーションをかけてみたいと思います。グラデーションをかけるためには範囲選択する必要があります。先ほどの色域を選択ツールを使います。こちらを選択して文字の黒い部分をクリックします。黒色に反応してすべてが選択されました。この状態でグラデーションをかけます。 グラデーションツールを選択します。ツールオプションの中で、こちらの画像の部分をクリックします。こちらの中に、ゴールデンというものがあります。こちらを選択します。ゴールデンを選択しましたら、50%オフというところを、左からでも右からでもいいのですが、 この辺りから一度クリックしたままグググググッと引っ張っていきますちょうど5のいい感じの色のところで離しますこのグラデーションの中ではポイントがありますのでポイントを動かすとゴールドの濃さが微妙に グラデーションの範囲が変わりますので微調整したいときにはこの段階でこのポイントを動かしていきますわかりやすいようにちょっとアップにしましょうねこのポイントを動かすことでグラデーションの具合が変わります 次に一度移動ツールでもクリックしておきましょう。そうすることでグラデーションが確定されます。このままの状態で縁取りもしてみたいと思います。先ほどと同じようにメニューの選択、こちらの中の縁取り選択を選択します。縁取りの幅は5ピクセル、固めで チェックを入れて OK とします。わかりやすいように拡大しましょう。縁を黒色にしてみたいと思います。描画色を黒に選択して、塗りつぶしツールを選択。こちらの外側の選択範囲をクリックします。0と丸の内側は直接一つずつ 選択して、縁をつけていきます。はい。できました。選択を一度解除します。こちらの文字を立体文字にしてみたいと思います。先ほどと同じように、フィルター、照明と投影、ロングシャドウを選びます。こちらで、 アングルと長さを決めてこちらの色は選択しやすいように白色を入れます白色で OK ですはいこれで OK です立体部分が見えないのですが一度背景を非表示にします立体部分を白色にしましたが色域で選択で 選択しやすいようにするために白色にしましたではこちらの白い部分を選択してこちらにもグラデーションをかけてみたいと思います編集する場合にはこちらのレイヤーが選択された状態でやってください立体部分を選択範囲したいのでツールボックスの「色域を選択」を選択して白い部分をクリックします 立体部分が選択されましたグラデーションをかけてみますグラデーションツールを選択して先ほど使ったゴールデンのグラデーションをそのまま使いたいと思います先ほどと同じように左からクリックしてグググググ,グっと右側まで引っ張っていきます、はい、離しますこのポイントを 動かしてグラデーションのかかり具合を調整していきます。 こんな感じでしょうか背景を表示させますツールボックスの移動を選択して確定させます選択を解除 GIMP を使えば簡単に文字を立体的にすることができます色の組み合わせやグラデーションのかけ方でオリジナルな立体文字ができると思いますぜひ色々と試してみて 編集してみてください。参考になりましたら、チャンネル登録してください。それではまた。